ファンタシースター2、サイエンスフィクションとファンタシーが混ざり合った独特の世界観が評判を呼んだロールプレインゲーム。大魔界村、アクションゲームの王道を行く名作です。異色度も抜群でメガドライブのパワーを知らしめてくれた一作です。ストライダー飛竜、これも傑作アーケードゲームからの異色作品。マイキャラクターのダイナミックな動きが気持ちいいですね。武者アレスト、ハードでスピーディーなシューティングゲーム。疲労コンパイルするまでハマっちゃいます。シャイニング・アンド・ダークネス、メガドライブを代表するロールプレインゲーム。フレディ視点のビジュアルがミステリアスな雰囲気をうまく出してます。アドバンスト大戦略、ドイツ電撃作戦。マニアの圧倒的な支持を得ている本格化シミュレーションゲーム。マップも兵器も超リアルです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ、アメリカでも大ヒット。メガドライブの看板キャラクターになりました。スピーディーなアクションが新情です。アウトラン、テストロッサでウエストコーストをぶっ飛ばすドライビングゲーム。多彩な風景とミュージックがグー。天下風舞、武将の数はなんと1200人、そして合戦場はなんと128箇所。膨大なデータはさすが CD-ROM ですね。ゴールデンナックス2、個性豊かな3人からマイキャラクターを選べるアクションゲーム。魔法を使った時のビジュアルが素晴らしいですね。スーパーファンタジーゾーン、あの名作ファンタジーゾーンがパワーアップして帰ってきた。女の子にもおすすめできる一本ですね。シャイニングフォース、神々の遺産。シャイニング・アンド・ダークネスのスタッフが制作した本格的ロールプレインゲーム。シミュレーションのシステムを導入したバトルがグッドアイデアですね。ルーナ・ザ・シルバースター、メガ CD 初のロールプレインゲーム。 CD-ROM ならではのアニメーションを生かした素晴らしいドラマを堪能させてくれます。炎の投球時ドッチダンペイ、大人気のコミックキャラクターを起用したスーパードッチのゲームです。必殺シュートが気持ちいい。アウトン・セーナースーパーモナコ GP2、 超人気 F1 レーサーを起用してあの名作レーシングゲームがさらにパワーアップ。サンダーフォース4、歯ごたえのある本格化横スクロールシューティングゲームです。上下合わせて3画面に自由スクロールできる優れものだよ。サンダーストーム FX、 アーケードでは LD で動いていた往年の名作がメガ CD のパワーで復活しました。スプラダーハウスパート2、映画的な演出を取り入れたアクションゲーム。ホラブルでぐちゃぐちゃの世界を堪能してください。シュラの門、人気の格闘技コミックをゲーム化しました。格闘ものとしては異色のシミュレーションバトルシステムです。ランストーカー、斜め俯瞰で立体の世界を画面に再現した技術力はさすがです。見えない部分にも仕掛けがあるんですね。